今回は参考 6IV2 の取扱説明書の解説です。取説です。取説マニアと英語が読めない方のために長めに説明します。始める前に注意してお読みください。1、本製品は組み込み式の洞察遺跡システムを備えています。キューブのサイドは交換不可能です。要するに白面センター軸は必ず白面にしないといけないということでしょう。組み立てミスるとアプリと絶対に同期不可能になります。2、キューブのスリープを解除するには白面を上にし時計回りに90度回して戻してください。 UU プライム相当 V1 では5回くらいフルでした。変更されているのでご注意ください。アプリとの接続を切るには白面を5回時計回りに回してください。え、U4 を5回やるってこと？素直にアプリ側のディスコネクトを押せばいいと思いますが。3、充電するには白面を上にしてください。これは忘れそうなので注意しましょう。充電時間が2時間でバッテリーは5時間使える。 USB 充電は PC からでも大丈夫な電流。あとは絵を見ればわかるでしょう。1、充電スタンドに深く押し込んでください。白面を上にケーブルで電源アダプターなどにつないでください。2、2時間充電後、白面が上であることを確認し、白面を90度時計回りに回した後、反時計回りに90度回してください。3秒以内に、サンキューブステーションというアプリをダウンロードして、インストールしてください。って、こっちが先だろうに、アプリ内のにスリープ解除しても使えませんからね。iOS 用と Android 用のアプリのサイトへの QR コードがあります。テンション調整。1、センターキャップを開けます。2、ナットを外すには、ナットを押し込み、ファイの位置にしてゆっくりと外してください。バネが飛び出しますのでご注意。3、バネの交換、新しいバネを入れて、ファイの位置ではめた後、0.6 か 0.8 のお好きな位置にしてください。0.6 の方が 0.2mm 分、ネジをきつくしたのと同じ感じですね。注意、センターキャップを他の色のセンターと交換しないでください。何度も言うようですが、普通のキューブなら色配置さえ合っていれば、白と黄色を交換して、緑と青を交換するとかもできます。でもこのキューブでそれをやってしまうと、白面を回すとアプリ内の黄色面が回ってしまうことになり、それはアプリ側でリセットしても直りません。分解するときは、交換しないように注意しましょう。テンション調整の後は、キューブのリセットが必要になります。これはセンター交換の話とは別で、0.6 から0.8 とかに変えると、コアの足の角度が 0.6 と 0.8 の角度分ずれるので、アプリの表示で角面が30度くらい、回ってしまうからですね。知っておくべきこと。アプリとの接続。接続前にキューブを満充電しましょう。キューブステーションアプリをインストールして、ガイドに従って接続してください。接続されると、アプリは 356i の動きを追跡できます。使用上の注意。スマートキューブは電子機器を備えています。衝撃を与えないでください。コアを分解しないでください。黄色面側から潤滑剤を刺さないでください。充電用の電極があるからですね。破壊しないでください。水や60度以上の高温を避けてください。小さい部品があるので、3歳未満の幼児には適しません。製品の破損や身体への被害を防ぐため、取扱説明書に厳格に従ってください。バッテリーと充電。バッテリーレベルと充電ステータスは、クレードルのランプに頼らないで、アプリの表示を見てください。
クレイドルは通電中光り続けてしまいます。USB チャージャーと充電専用のケーブルを使用してください。いや、通信用でもいけるでしょうけどね。バッテリー残量が非常に少なくなると、シャットダウンします。データの消失を防ぐために、充電してください。で、本体側にデータ持ってないからいいでしょ？バッテリーを守るために、最低3ヶ月に1回は、満充電してください。トラブルシューティング、1。アプリでキューブの検出に失敗する。1キューブが満充電されていることを確認してください。2キューブがスリープしていないことを確認してください。アプリから切断して30秒経つと、キューブは自動的にシャットダウンします。3キューブ型のデバイスに接続していないか確認してください。4アンドロイドの場合は位置情報へのアクセスをアプリに許可してください。2キューブの位置がアプリと同期しない。1アプリのリセットキューブ機能で、キューブをリセットしてください。2バッテリーが低くなるとキューブが、シャットダウンする。タイムリーに充電してください。3ジャイロは時間の経過により誤差が蓄積されます。これは故障ではありません。アプリの画面でキューブの向きを逐次調整してください。3キューブの充電に失敗する。1工場出荷時の色配置から変更してないか確認してください。白面が上を向いているか確認してください。工場出荷状態では黄色面側に充電端子がありますが、組み立てミスると黄色面に端子が来なくなるからです。2バッテリー残量が少ない時はウェイクアップできる。バッテリーレベルに達するまで数分かかります。3すべての面を下にして充電してみてください。役に自信がないですが、多分黄色面以外に充電端子が、行ってたらその面で充電できるということでしょうか。最終的に黄色面に戻さないと使い物になりませんが。ということで、ガン3コー 6IV2 の取扱説明書の解説でした。次回は表面の分解とかに挑戦してみます。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。